お待たせいたしました。ゾゾマリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズ10回戦の模様をお送りしてまいります。マリーンズの先発は右の種市、対するファイターズの先発は左の加藤、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の種市、これが7試合目の登板。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは浅間。背番号8、第9、投げました、ボール。投球これから2球目、ボール、インローへ投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、打って出ます、ピッチャー返し、抜けた、浅間ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは2番中島。第9、投げました、決まった、ストライク。1球目ストライクから第2球投げた、ここは送りバント、ピッチャーの左へ転がした、サードボールを取る、アウト。ランナー2塁に進みました。マリーン先制のピンチを迎えます。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ。第9、投げた、ストライク。マリーンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。セカンド牽制球です、タッチはセーフ、二塁はセーフ。もう一回セカンドへ牽制球、二塁タッチはセーフ、投げた、低めのボール引っ掛けた、これは内野ゴロ。山口一塁踏んでアウト。マリーンズなおもピンチが続きます。第9、投げた、低め見送ってストライク。まずは決めてきました、初球ストライクから投げた、打った、掴んで、これで3アウトになります。種市、2アウト3塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。マリーンズ立ち上がりを無得点に抑えています。左の加藤、これが7試合目の登板、自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは岡。第9、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。初球ファールから第2球投げました、見送ってボール。第3球は打った、痛烈な当たり、抜けた、岡いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは2番藤岡。第9、一塁ランナー走った、投げました、盗塁成功。岡今シーズン9個目の盗塁を決めています。ランナーが2塁に進んでいます。さあ、リプレイです。第2球流し打ち、ファール。第3球を投げました、ここは振ってきました、ピッチャーの右へ転がした、一塁へ送る、石井取ってアウト、ランナー3塁に進みました。マリーンなおもチャンスが続きます。初球空振り。さあ、次の投球投げました、アウトサイドボール、抜けました。第3球を投げました、打ちました、切れていきます、ファール。第4球を投げた、インローへ、変化球外れてボール。さあ、投球は5球目、投げた、ボール。三塁牽制、タッチはセーフ、三塁はセーフ、投げた、打ちました、いい当たり、三塁ランナーホームに向かう、抜けた、マリーン、まずは1点先制、1対0、荻野タイムリー。さあ、これでワンアウトランナー1塁。今の先制の場面、リプレイでご覧ください。バッターは4番山口。山口浩輝、背番号51。第9、投げた、スローカーブ、ボール。第2球投げた、打ちました、三遊間の打球破ってった、中継、山口ナイスバッティングです。さあ、チャンスを広げました。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、小川、第9、投げました、打ちました。第2球投げました、打った、ファイターズ内野陣はゲッツー体制。5球は3球目、打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、ファール、二塁タッチセーフ。投球これから4球目、打ちました、
ファウルボール。次は5球目、スライダーボール。第6球を投げました。打った、右中間へ持っていきましたがセンター落下点に入りました。取りました。あと2塁ランナータッチアップ。マリーンズなおもチャンスが続いています。バッターは DH の茶谷。第9球ボール。さあ次の投球、投げました、ボール。第3球を投げました、3球目空振り。第4球を投げた、打った、追い込んで第5球投げた、変化球空振り三振。1回が終了しまして1対0マリーンズ、まずは先制しています。2回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の加藤。第9球初球外れても、第2球投げた、低めフォークは外れても、第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、おっと打ちました、三遊間のゴロ、一塁送球。安田華麗にさばいてワンアウト。これでワンアウトランナーはありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは6番松本。松本剛背番号7。第9球打ちました、初球打ち、ピッチャー返し、抜けた、松本いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは7番野村。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。もう一度一塁牽制球です、タッチはセーフ。再び牽制球を送ります、タッチセーフ。種市かなりランナーの動きを警戒しています。投げました、第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、スライダーはストライク。第4球を投げました、ボール。アウトコース低め。第5球投げました、打ちました。第6球を投げた、打ちました、レフトへのフライになった、掴みました、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは8番石井。第9投げた、初球を打ちました、三遊間の当たり、藤岡取った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。ファイターズファーストランナー残塁。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは藤原。第9投げた、スローカーブ、ボール。まずはアウトロー。第2球投げた、スローカーブ決まってストライク。ファイターズここは引っ張りに警戒します。第3球を投げた、アウトロー、外れてボール。第4球を投げました、打ちました。さあ投球は5球目、投げました、ボール。ファイターズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。さあ6球目投げました、打ったいい当たりだ、石井ボールを取る、セカンドから一塁送球、アウト、藤原いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番佐藤。第9球初球スライダー空振り、1球目空振りから投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、アウトコース高め、空振り。追い込んでから第5球投げた、打ちました、セカンド右横のフライになりました、取りました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは9番安田。第9球打った、投球これから2球目、打ちました、追い込んで投げた、
外角高め外れてボール。第4球を投げた、打ちました、内野ゴロ、中島掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。加藤、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。2回の裏が終わりまして1対0です。ファイターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは伏見。第1球投げた、初球フォークボール空振り。第2球打ちました、ファール。第3球を投げました、打った、小川ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。伏見、いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰る浅間、投げました、初球外れてボール。第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げました、インロー、ボール。投げました、打ちました、ファールボール。追い込んでから投げた、ボール。第6球を投げた、フォーク、空振り三振。バッターは2番中島、これが2度目のバッターボックス。第1球ボール。さあ次の投球、投げた、決まってストライク。第3球を投げた、低め外れてボール。第4球を投げた、ボール。投球これから5球目、これは引っ掛けた、山口取った、山口一塁、ベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。種市、3人でピシャリと抑えています。3回の表が終わって1対0です。マリーンズ、この回1番からの好打順になります。右バッターボックスはトップバッターの岡、今日2度目のバッターボックス、投げました、アウトコース高め、ストライク。まずは見送りました、投げました、打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。バッターは幕張のユーティリティ藤岡。第9球投げました、打った。第2球投げました、見送ってボール。投球はこれから3球目、これは引っ掛けた、フラフラっと上がった、石井下がっていった、落下点に入りました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは3番荻野、これが2度目のバッターボックス。第9球投げました、ボール。投球これから2球目、打った、ライト方向へ持っていきましたが取って、これで3アウトチェンジ。マリーンズ、打順トップからでしたが三者凡退で攻撃を終えています。序盤終了しまして1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは清宮、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打ちました、種市、ボールを取る、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番レイエス、第1打席はファールフライに倒れています。第9球1球目ストライクから投げた、ボール、インコース高め。第3球はボール。第4球を投げた、インコース高め、フォークは外れてボール。次は5球目、打ちました、これは内野ゴロ、安田掴んだ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者加藤、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第9球初球ストライクから投げた、ボール。投球はこれから3球目、高め際どい、ボール。次が4球目、投げた、4球目ストライク。第5球投げた、ボール。第6球を投げました、打ちました。次が7球目、投げました、ストライク、空振り三振。種市、見事ファイターズ打線を抑え切りました。4回の表が終わって1対0です。4回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは山口、投げました。第2球
投げました。外れたボール。第3球は3球目空振り。第4球を投げました。打った、ファール。次は5球目打ちました。ライト落下点に入りました。ライトフライ、飛距離は出ていません。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには小川。第一打席はセンターフライに倒れています。投げた、初球を打った、レフト方向へ持っていきましたが、レフト掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは DH の茶谷。第9投げた、ボール。第2球投げた、空振り。第3球を投げた、外角へストライク。バッター追い込まれました。第4球はボール。さあ投球は5球目、投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、茶谷ナイスバッティングです。リプレイをご覧ください。バッターは7番藤原。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。初球空振り。第2球投げました、ボール。第3球は打ちました、内野ゴロ。中島ボールを掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。マリーンズファーストランナー残塁。4回の裏が終わりまして1対0です。5回の表1点を追いかけますファイターズの攻撃。先頭バッターは松本。第9決まった、ストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、アウトコース合わせた、アルボー。第3球は打った、流し打ち、切れていきます、ファール。投げました、見送ってボール。投げました、打ちました。第6球を投げました、ボール。さあ7球目打った、センターへ上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番野村。第1打席はレフトフライに倒れています。ボール。第2球投げた、ストレート決まってストライク。第3球を投げた、高め、ボール。投げた、決まった、ストライク。追い込んで第5球投げた、ボール。次が6球目投げた、打った、これはピッチャー正面、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは8番石井。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第9球初球空振りから投げました、アウトコース低め、外れてボール。第3球を投げました、低め際どい、ボール。次が4球目投げました、ストライク。さあ5球目高め、ボール球打った、山口バックしていった、取りました。これで3アウト。種市ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。5回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは佐藤。第1打席はセカンドフライに倒れています。投げました、第2球投げました、打ちました、ファール。第3球外れた、ボール。次は4球目投げた、ボール。投球これから5球目、ボール。次が6球投げた、打ちました、打球はファースト右、レイエス自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番安田。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9
投球これから2球目。見送ってボール。第3球はインロー際どい球、ボール。さあ4球目、打った、切れていきます、ファール。追い込んでから投げた、ボール、低め。次がラストボール、投げた、打ちました、抜けた。安田、いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。先ほどのプレーです。打順はトップに帰って岡、第9球、ボール。第2球、打った、フラフラっと上がった、マウンド後方をつかみました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9球、投げた、スライダー、ボール。第2球、投げました、スローカーブ、ボール。第3球を投げました、打った、これはいい当たりだ、破った、中継。藤岡、ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。さあリプレイです。加藤降板、ここでマウンドに上がったのは玉井。これが9試合目の登板。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。ランナー2人を置いて迎えるバッターは荻野、投げました、初球空振り。1球目空振りから投げました、低め、ストレートは外れてボール。第3球は3球目空振り。追い込んで第4球を投げました、打ちました、ショート、これは守備範囲内。中島、二塁キャンパス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。マリーンズ2アウト1塁2塁のチャンスでしたが得点を挙げられませんでした。5回までが、ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは伏見。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、第2球、見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。追い込んでから第3球を投げた、打った、ファールボール。第4球を投げた、見送ってボール。次は5球目、投げた、外を際どい、ボール。さあ6球目、投げた、外角低め、フォークは外れてボール。第7球はストライク、見逃し三振。バッターは代打水野。第9球、ボール。第2球、投げました、外れた、ボール。第3球を投げました、打ちました、ファールボール。第4球を投げました、打ちました、サード後方のフライ。安田交代、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは中島。中島拓也。第9球、投げました、ボール。第2球、投げました、空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、ストレートはボール。第4球を投げた、低め、外角、ストライク。次が5球目、投げた、ボール、内角高め。第6球を投げた、打ちました、抜けた。中島、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは3番清宮。今日はファーストゴロとピッチャーゴロ。第9球、投げた、初球外れてボール。投球これから2球目、まっすぐ空振り。投球はこれから3球目、打った、痛烈な当たり、ボールはライナーで右中間へ、ライト前クリーンヒット、打球が転がっている、中継。マリン追いつかれました、1対1。清宮タイムリーツーベースヒット。さあこれで2アウトランナー2塁、同点の場面映像でご覧いただきましょう。
ピンチヒッターは今川。マリーンズ一打負け越しのピンチを迎えています。第9球投げました。初球空振り、思い切って振っていきました。第2球投げました。高めボール。第3球高め外れてボール。第4球を投げました。インサイドストライク。第5球投げました。変化球空振り三振。アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。リプレイをご覧ください。6回の表が終わって1対1、種市とうとう打たれてしまいました。さあここは守備を変えてくるようです。6回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは山口。ボール。第2球投げました。インサイドボール抜けました。第3球を投げた。3球目空振り。第4球を投げた。ストライク。第5球投げた。見送ってボール。第6球を投げた。打った。水野取った。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。代打はポランコ。第9投げた。内角高めいっぱい、ストライク。1球目ストライクから投げました。ストレートはボール。インコースへ。第3球を投げました。打ちました。ファール。第4球を投げました。インコース低め、直球は外れてボール。投球これから5球目。打ちました。右中間へのフライ。松本余裕があります。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者茶谷。第1球カットボールはボール。第2球投げました。2球目空振り。投球は3球目投げました。カットボールはボール。インコース低め。次は4球目投げた。打ちました。これは内野ゴロ。中島ボールを取る。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。マリーンズわずか3人で攻撃が終わりました。中盤まで終了しまして1対1です。さあここは守備を変えてくるようです。お知らせいたします。バッターは代打郡司。加藤豪介に代わりまして郡司、背番号30。第9投げた。初球空振り。第2球アウトロー際どい球ボール。投げた。ボール。第4球はボール。投げた。ストライク。投げた。打ちました。レフト前に出る。これは平凡だ。レフト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番松本。松本ゴー。第9ボール。第2球投げました。決まってストライク。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。打った。レフトへ上がった。レフト交代。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番野村。今日はレフトフライとピッチャーゴロ。第1球投げました。初球から打ってった。抜けた。野村ナイスバッティングです。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。先ほどのプレーです。種市降板、左の坂本、これが13試合目の登板。ファイターズ打線相手にどういったと。ファイターズ代走を送ります。俊足の磯畑、一塁に入りました。左バッターボックスは石井。今日はショートゴロとファーストフライ。ランナースタート。盗塁を許します。磯畑今シーズン6個目の盗塁を決めています。ランナーを進められてしまいました。マリーンズ外野は浅めの守備を取ります。第3球を投げました。打った。鈍いゴロ。サードこれは守備範囲内。アウト。
アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。上空には華やかな打ち上げ花火が豪華絢爛に咲き誇っています。7回の裏、マリーンズラッキーセブンの攻撃。トップバッターは藤原。今日はセカンドゴロとショートゴロ。ボール、まずはインハイ。さあ次の投球外れた。ボール。ファイターズここは引っ張りに警戒します。第3球を投げた。あっと引っ掛けた。清宮掴んだ。一塁へ送る。ヘッドスライディング。玉井取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番佐藤。今日はセカンドフライとファーストゴロ。投球これから2球目。ボール。投球は3球目。投げた。空振り。追い込んで第4球を投げた。カットボールはボール。外へ。さあ5球目打ちました。第6球を投げた。ボール。投げた。打ちました。いい当たり。抜けた。佐藤いいバッティングを見せました。初安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは9番安田。これが3度目のバッターボックス。投げました。初球空振り。初球空振りから第2球。投げました。ボール。内角へ。第3球を投げました。3球目空振り。バッター追い込まれました。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。第4球を投げました。ボール。第5球投げました。直球空振り三振。バッターはトップに帰って岡。今日はここまで3打数1安打。第1球カットボールはボール。まずは高め。第2球投げた。アウトロー。カットボール外れてボール。投球は3球目投げた。見送ってボール。第4球を投げた。インコース低め空振り。第5球投げた。打ちました。磯畑落下点に入った。これはライトフライになった。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。マリーンズファーストランナー残塁。7回の裏が終わりまして1対1です。ファイターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番伏見。今日はセカンドゴロと三振。内角際どい球ボール。投げた。ストレートはボール。投球はこれから3球目。見送ってストライク。投げました。内角低めボール。投げました。打ったいい当たりだ。ボールはレフトへ飛んでいきました。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って水野。第9球ボール。第2球投げました。外角高め空振り。第3球を投げました。外れたボール。第4球を投げました。打ちました。ファーストの頭上フラフラっと上がっている。ファースト落下点。一塁キャンパスの手前取りました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは2番中島。第9球打ちました。初球打ち当たり損ない。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。坂本この回シャッと3人で抑えています。8回の表が終わって1対1です。玉井降板。マウンド上は河野。これが15試合目の登板。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。マリーンズこの回は上位打線から始まります。バッターは幕張のユーティリティ藤岡。第9球カットボールはボール。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。流し打ち。どうだ。サード右横のゴロ。水野ボールを掴んだ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番荻野。今日はここまで3打数1安打。第9球見送ってボール。第2球投げた。アウトコース。スローカーブ外れてボール。第3球を
投げた、内角高め、ボール。第4球を投げた、見送ってストライク。さあ投球は5球目、投げました、決まってストライク。投げました、打ちました、ショート右、中島取った、ショートから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは4番山口、これが4度目のバッターボックス。第1球投げました、膝元、外れてボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、外れた、ボール。さあ4球目、会心の当たり、水野ボールを取る、サードから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。マリーンズ結局三者凡退、無得点に終わっています。8回の裏が終わりまして1対1です。坂本降板、右の増田、これが20試合目の登板、期待しましょう。注目の投球です。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは清宮、今日はここまで3打数1安打。直球ストライク、インハイへ、いきなり153キロ。1球目空振りから、投げた、またも空振り、153キロのまっすぐ。投球はこれから3球目、1球外した、ボール。投げた、流し打ち、切れていきます、ファール。さあ投球は5球目、投げた、インコースのボール左へ、スタンドに入りました、ファール。第6球を投げた、打った、ファールボール。第7球を投げた、おっとデッドボール。ピンチヒッターは上川畑。第1球投げました、あーっとショーフライになった、取った、二塁へ送る、セカンドフォースアウト、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球あっと引っ掛けた、サード右横のフライになりました。安田余裕があります、取りました。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。右バッターボックスは6番松本、第1球投げました、見送ってボール。投げました、2球目空振り。第3球を投げました、ボール。さあ4球目、ストレートはボール。投げました、打った、左中間へのフライですが、掴んでこれで3アウトになります。ファイターズファーストランナー残塁、9回の表が終わって1対1です。川野降板、右の池田、これが16試合目の登板。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。9回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは中村、これが初めてのバッターボックスになります。第1球打ちました、ファール。第2球ツーシーム空振り、バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、ボール。次が4球目、投げた、外れた、ボール。第5球投げた、打ちました、引っ掛けた、打球はショート後方、ショート落下点に入りました。掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。代打は角中。第9投げた、打ちました、ファイターズ。ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。さあ次の投球、第3球を投げた、決まってストライク、バッター追い込まれました。投球これから4球目、打った、流し打ち、ファール。さあ投球は5球目、投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、ライト方向へ持っていきましたが、取りました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスには藤原。第9投げました、ストレートはボール。まずアウトコース低め。さあ次の投球、投げました、アウトコース低め、空振り。第3球を投げました、3球目ストライク。投球これから4球目、ボール。第5球投げました、打った、抜けた、藤原
二塁も狙う。レフトからセカンドへ。藤原ツーベースヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。リプレイをご覧ください。先ほどヒットを放っている佐藤、一打サヨナラの場面を迎えています。第9球、第2球、投げた、ボール、セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、投げた、見送ってボール、第4球を投げた、ストライク。さあ投球は5球目、投げた、見逃し三振。先ほどのプレーです。池田、ここは抑えました。9回まで終了しまして1対1です。増田降板、マウンド上ピッチャーは西村、これが22試合目の登板。今日は配球にも注目したいと思います。ゲームは延長に入ります。トップバッターは磯畑、マリーンズ。このバッターだけは塁に出したくないところ。第9球、初球空振りから第2球、投げた、ボール、第3球、打った、レフト方向へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは8番石井。第9球、投げました、直球見送ってストライク。第2球、投げました、インハイ、スプリット外れてボール。投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、空振り。第5球、投げました、打ちました、三塁線、鋭く切れていきました、ファールです。投げた、打ちました、ファールボール。第7球を投げた、スプリットはボール。投げた、打った、バックネットの前でボールをつかみました。バッターは9番伏見、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、投げた、ボール。投球これから2球目、スプリットはボール。第3球はアウトコース低め、外れてボール。第4球を投げた、4球目ストライク。第5球、投げました、打ちました、内野ゴロ、安田掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。西村、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。延長10回の表が終わって1対1です。池田降板、ベテラン宮西、今日5番手としてマウンドに上がります。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。バッターは代打上田。第9球、投げました、初球を打ちました、これは内野ゴロ。水野、ボールを掴んだ、サードから一塁送球、一塁アウト、これはアウトです。打順はトップに帰って岡。第9球、投げました、打ちました、ファール。第2球、投げました、空振り。第3球を投げました、ボール、内角低め。次が4球目、投げた、打ちました、引っ掛けた、ショート前方のフライになりました。取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッター幕張のユーティリティ藤岡。第9球、インロー、スラーブ外れてボール。第2球、投げた、スラーブはボール。第3球を投げた、直球空振り。第4球を投げた、4球目空振り、少し意識しすぎたか。投球これから5球目、打った、ファールボール。さあ6球目、ボール。第7球はスラブ、空振り三振。マリーンズ最後の打者は見逃し三振に打ち取られました。延長10回の裏が終わって1対1です。
西村降板。マウンドに上がったのは鈴木。これが17試合目の登板。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。バッターは1番水野。今日はサードフライとファーストフライ。第9球投げた。見送ってストライク。第3球を投げました。打った。痛烈な当たり。あっと抜けた。水野ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。さあリプレイです。左バッターボックスは中島。これが5度目のバッターボックス。マリーンズここはバントに警戒します。第9球一塁へ牽制球を送ります。タッチはセーフ。投げました。ここで送ってきました。ピッチャーの右へ転がした。タッチはアウト。これでワンアウト。ランナー二塁に進みました。マリーンピンチを迎えます。第9球投げました。決まった。ストライク。まずは入れてきました。第2球投げました。インコース高め。ボール。第3球は打ちました。いい当たり。センターへ飛んだ。センター交代。ワンバウンドヒットになる。中継。マリーンズリードを奪われました。2対1。清宮タイムリーツーベース。マリーンズなおもピンチが続きます。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。ワンアウトランナー二塁という場面で上川畑。第9球高め外れてボール。投げました。縦のスライダー空振り。投げた。インコース高めストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。外れた。ボール。次は5球目。投げた。スラーブ見逃し三振。バッターは DH の郡司。今日はレフトフライとサードフライ。第9球第2球投げた。インコース高め空振り。第3球を投げた。打ちました。追い込んで。第4球を投げました。打ちました。ファール。投球これから5球目。打った。第6球はボール。第7球を投げました。縦のスライダー。ボール。外角低め。第8球を投げました。149キロ直球。空振り三振。11回の表が終了して2対1。マリーンズ1点をリードされています。宮西降板。そして最後を締めるのは杉浦。これが12試合目の登板。どういった立ち上がりを見せるか。マリーンズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番荻野。マリーンズここは何としても塁に出たいところ。ボール。まずは高め。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。あっと打ちました。中島取った。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは山口。今日はここまで4打数1安打。1球目ストレート空振り。いきなり154キロ。1球目空振りから投げた。打ちました。中島ボールを取る。アウト。ここは意地を見せてほしい。右バッターボックスには中村。今日2度目のバッターボックス。第9球投げた。インコースいっぱい。ストライク。まずは見送りました。第2球打った。いい当たりだ。センターへの打球掴みました。試合終了。マリーン悔しい敗戦です。ご覧のように本日の試合は北海道日本ハムファイターズの勝利でございます。勝利投手宮西、西武杉浦、敗戦投手。さて本日のヒーローは玉井。無失点の好投を見せました。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は2対1。マリーンズ1点差で敗れました。勝利投手は宮西。敗戦投手は鈴木。そして西武は杉浦。マリーンズ残念ながらあと1本が出ませんでした。気持ちを切り替えて次のゲームに期待しましょう。実況担当は堂前英夫で ZOZO マリンスタジアムよりお伝えしました。